こんにちは、駒北です。ここはね、北海道は函館駅なんですけれど、今回の検証の内容は超過酷になっています。水曜どうでしょうバリ。今回やっていく内容は、日本ってね47都道府県ある割と大きな国なわけですけれど、これらすべてを最速で巡ったら一体何時間かかるのかというものです。日本一周 RTA ですね。実は僕ね、日本一周2回目なんですね。1回やっているので簡単なことはもう承知済みです。で、今函館駅にいるわけですが、函館がねスタート地点ではないのです。今からね、その日本一周のスタート地点に向かっていきたいと思います。とりあえずその日本一周のスタート地点に向かうために、まずはこちら、これ JR 北海道の函館ライナーですね。この快速列車に乗って終点の新函館北斗に向かっていきたいと思います。 We will be changing to another trackAfter Nanae is the 新函館北斗に着きましたよ。霧のせいでね、なんか地球滅亡みたいな景色が広がってるんですけれど、まあこれはこれで北の大地らしくていいですよね。ちょうどいいスタートじゃないですか。でもなんで俺3日間で日本一周なんかしなきゃいけねえんだよって文句をつけたいですけれど、まあこればっかりは自分で考えたことなんで仕方ありません。で、ここからはこいつになります。皆さん知ってますか？新幹線ですね。これでねスタート地点に移動していくことになります。ではここでやっとですね、ちょっと遅くなって申し訳ないんですけれども、最速で日本一周47都道府県制覇、このルール説明をしていきたいと思います。車内が空いてそうなんでね、ちょっと車内で喋ることにします。これ紫色なんで JR 北海道の新幹線ですね。というわけで軽く今回のルールを説明していきたいんですけれども、まあ基本のルールっていうのは最速で日本一周47都道府県を制覇して家に帰るというものなんですが、その47都道府県制覇の基準がルールの主なところとなってきますよね。今回その基準っていうのは、とりあえず通過でもその47都道府県を制覇したということにしたいと思います。でもそれだけだとちょっと味気ないので、せっかくですから全ての都道府県に行った証を残したいじゃないですか。なのでこの証を残す方法として今回選んだのは、適当にまあ通過する時も車窓とか、それからまあ駅とかでその都道府県を訪問した際に自分の自撮りを撮ってその都道府県に訪れた証にしたいと思います。そして今回は日本一周をするにあたって交通機関の制限というのは全くもってありません。手段を選ばず、とにかく最速で47都道府県を制覇してくるというのが今回の動画でございます。なので鉄道も使うし、飛行機も使うし、そして自動車も使うし、船も使う、本当に全ての交通機関を使う旅になってくると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは3月1日の今6時39分なんですけれども、ちょうどドンピシャじゃないですか。早速移動スタートです。ですが北海道新幹線というのはまだしばらく北海道を走りますので、スタートっていうのはその都道府県から移動開始した時点ということにしたいと思いますから、お隣の木古内駅、ここが北海道新幹線最後の北海道内の駅なんですね。なのでその木古内駅で自分の自撮りをしまして、その自撮りをした瞬間から日本一周のタイマー、それを進めていきたいと思います。今回はね、毎度毎度言っておりますけれども、僕の東京大学に合格した非常に高い知能を用いまして、日本一周を最速でするその工程を徹底的に緻密に組んでいきましたので、今回はね日本一周の世界記録を更新できるはずです。木古内駅に着きましたよ。ここでね急いでスクリーンショットを撮って、スクリーンショットじゃないや、自撮りを撮っておきましょう。はい、とまあこんな感じで自分の自撮りを北海道にて撮りましたので、今回の最速日本一周旅行スタートでございます。現在の時刻は3月1日の午前6時52分でございます。いやー、きつすぎる。自分が今までやってきた旅行の中でもダントツできついかもしれません。今日の作戦について説明したいんですけれども、1日目の今日は予定通りに行けば石川県の金沢で行程が終わる予定です。今日は基本的には東北地方と、それから関東地方、そして北陸地方、この3つを制覇することになっております。それにしてもね、北海道らしいこの銀世界の景色が日本一周のスタートを彩ってくれております。いいね。この列車には途中の盛岡まで乗車する予定です。なのでこの2時間でね、いきなり3つの都道府県を制覇することになります。北海道と、それから青森県と岩手県ですね。じゃあちょっとね、今日はね朝5時とか信じられない時間に起きてしまいましたので、ちょっとゆっくりさせてください。皆さん、ちょっと暗くて申し訳ないんですけれど、今青函トンネルを走っているところで、窓がもう
どんぐもりなんですね。メガネをかけながらラーメン食ったのかって思うぐらい真っ白に曇っちゃってるんですけれど、これ青函トンネルの中の環境が洞窟みたいな感じで年中を通して気温20度そして湿度がなんと 90% という高い水準で、まあ、維持されているらしいので、こんな感じで窓が曇るらしいです。景色とか全く見ることができません。こんな感じですよね。トンネルの中なのに外でものすごい雨が降っているかのようです。あ、そしてね、これちょうどタイミングがいいですね。青函トンネルには2つの駅がありまして、こちらは吉岡海底駅です。昔はね、この駅に行くツアーとかもあったらしいんですけれども、今は一般人が降りることは全くもってできません。ついに青森県上陸へですね、ついにって言ってますけれど、新幹線に乗ってただけですけれどもね、こんな感じでもう本当にテンポよくやっていかないと3日間で47都道府県制覇というのは難しいです。すごいアクロバティックですね。ホームドアを閉めながら列車はすでに出発しております。ここはね、奥津軽今別駅なんですけれども、確かね、もう本当に1日の乗降客数が2桁前半とかそんぐらいだったと思います。この調子でどん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 先に進んでいきまして、まあ、さっきも喋りましたね、岩手県の盛岡駅までこの列車に乗車する予定です。新青森ですね。動画にあんましてないんですけれど、僕日本中を飛び回っておりますんで、でも青森は夏ぶり、まあだから半年弱ぶりぐらいですかね。いよいよ青森県も終わります。岩手県に入っていくところですね。今八戸駅を出発したところ、青森県最後の停車駅です。この列車は次二戸に停まりますので、二戸は岩手県でございますから、その二戸駅で岩手県の分の自撮りをしましょうね。さあ3都道府県目ですね。岩手県の二戸駅でございます。ですがこの駅で自撮りをするのはやめました。どうせね、盛岡駅で降りてちょっとだけ駅の外とかに行く時間があるので、そこでもっとね、岩手県らしい写真を撮ろうと、そういうことになったわけです。来ましたよ、盛岡ですね。これで3軒目か、岩手県も制覇ということになります。木古内を出発したのが6時52分で、ただいまの時刻がもうすぐ8時48分となりますので、だいたい開始から2時間弱経ったことになります。2時間で3つの都道府県に行くことができています。単純計算すれば32時間ぐらいで47を達成することはできるんですけれども、そう簡単にはいかないですよね。でここからどうするのかというと、あいつですよね、秋田新幹線小町号、小町1号に乗って今度は秋田県に向かっていきます。来ました、来ましたよ。これで今回の旅では2列車目になりますよね。小町1号です。やっぱ1番ってかっこいいですよね、列車として。本当に今回の旅は過酷なので、秋田県には本当に逃亡帰りです。途中の田沢湖で降りる予定なんですけれども、この盛岡から秋田新幹線で秋田県最初の停車駅田沢湖で降り、そのまま折り返して、また多分2時間後くらいにこの盛岡に戻ってくることになります。いやー、なんでそんなことしなきゃいけないんだよ、本当に。キュンパス効果なのか、それとも一番列車だからなのか分かりませんけれども、まあ当然のように満席ですよね。東北方面の新幹線っていうのはね、あんまり本数がないので満席なことが多いです。景色もね、銀世界で、それから窓が曇っているんで真っ白でほとんど何も見えなくて暇なんですけれど、お腹空きましたね。今日も例によって朝ごはんを食べておりません。ただいまの時刻はもうすぐ9時になろうというところです。うわー、すごい微妙な霧雨が降っているんですけれど、田沢湖にやってきました。これで4軒目ですかね。北海道、それから青森県、岩手県、秋田県。ダメだ、ちょっとね、思ったより雨が強いですね。でね、この田沢湖で、まあ、折り返しもう一度盛岡に戻っていくわけなんですけれども、その列車までだいたい50分ぐらいありますんで、結構余裕ありますよね。1分乗り換えとかにならなくてよかった。なんで、まあ、そこにね、うどん屋があるみたいなんで、ちょっとお腹が空いて腹が減っては戦はできぬと言うじゃないですか。ここですね、ここ。あ、いいね、稲庭うどん、いいじゃないですか。入りましょう。
Google では8時半からやってることになっていたんですけれども、やっていませんでした。こういうことありますよね。まあしょうがないんでね、朝からさすがに秋田県のこのまあのどかなところではね、やっているご飯屋さんはないですよね。キオスクで何かお弁当を買って食べましょうか。誘惑に負けて買ってきてしまった。いやこれはね、こんなの見せられたら買うしかないじゃないですか。ガーリックカレーパン、ガーリックっていう単語が僕はこの世で一番好きです。まあ今回ね、秋田県の滞在時間は50分と割と長いわけですけど、これが長いって言ってる時点でおかしいんですけれどもね、多分今回の旅の中でトップクラスに長い滞在だと思います。いやめちゃくちゃうまい。いやこれ考えた人は友達になりますよ。すごいね。めちゃくちゃニンニクの味が強めのカレーでございます。新幹線の改札が始まったみたいですね。あと5分で出発時刻になります。まあまだ余裕はあるでしょう。いや50分っていうのは意外とあっという間ですね。何が嬉しくてこんな50分で秋田県を離れなければいけないんだ。いや辛い旅行ですよね本当。まあもうホームに行きますか。一度でも乗り遅れたらね、ここから先の切符、まあ、多分もう10万円の切符がね全部無駄になってしまいますので、それだけは避けたい。今回の秋田県滞在は自分史上最も短いものとなりましたね。秋田県にやってきてからわずか50分ですが、何度も同じこと言って申し訳ないんですけれども、さてこちら小町16号東京行きに乗って、今度は仙台まで向かう予定です。宮城県ですね。これがおそらく秋田県最後の景色になると思います。いやいいね、渓谷が。うわ、こんな車内から滝まで見えるのか、豪華だね。そしてこれかな、このトンネルを抜けると再び岩手県に戻ります。いや短かった。2回目の岩手県になります。今からこの小町号はすでにホームに停車しているはやぶさ号と連結をするために一旦ねホームではないところで停車するんですね。なので盛岡市のこの市街地の光景をちょっとだけこの窓の外から窓の中から観光する時間が僕に与えられています。さてここまでね、こいつ小町号にゆったりと揺られながら割と長い時間乗っていることができたので、いやちょっと体力の回復になりましたね。いやかっこいいねあいつ。というわけで、さっき自撮りもしましたけれども、5つ目の都道府県ですね、宮城県仙台でございます。さっきまではずっと雪国だったけど、いやだいぶ春っぽくなりましたね。天気もね、さっきまでずっと雪とか雨とか降ってたじゃないですか。でも仙台は晴れです。いや最高だ。これですよ、これ。やっぱ晴れっていうのがね、旅情を一番演出するものです、僕にとっては。今の時間は午前11時半でございます。まだ午前なのか、ちょっと驚きなんですけれども、今日はまだ新幹線にしか乗っていないですよね。でもまだしばらく新幹線にしか乗らない予定です。5時間で5つの都道府県なので、まあだいたい1時間に1つというペースになります。そして頑張ってね、東北地方をだいぶ制覇してきましたけれども、まだ東北地方の都道府県というのは2つ残っていまして、福島県と山形県ですよね。このうち、まあ、通過というか訪問の難易度が高いのはもちろん山形県です。今からこの仙台からね、山形県に向かいたいんですけれども、在来線に乗って仙山線というやつで直接山形に向かってもいいんですが、それだとやっぱり時間がかかるので、やっぱりねまだまだ新幹線使いますよ。奥に止まっております。あちら山彦号に乗りまして、とりあえずは福島に向かいます。こいつですよこいつ。仙台と山形で仙山線、分かりやすいですね。アホでも猿でも分かります。すごいね、昔の新幹線の塗装を模したものになっています。いやこれはラッキーだ。これね、引退までにね、いや乗れないかなと思ってがっかりしていたんですけれども、まさかここで出会えるとは。いや最高ですね。本当に昔の東北新幹線のホームに来ているみたい。東北新幹線といえばやっぱり緑とこの白のカラーですよね。やっぱり小牧田君っていうのは持ってるんですよね。非常についています。動画の撮影とかをするときに、まあ、僕があまりにも電車に乗りすぎているだけなのかもしれませんが、結構珍しい列車とかがやってきてくれることが多いです。いや最高すぎる。一気にテンションが上がりましたね。ちょっと鉄オタすぎて申し訳ありません。で僕は指定席は持っていないので、
前方ですね、1号車から5号車の自由席に乗りたいと思います。いや仙台始発なんでね、全然多分ガラガラだと思いますよ。ほらね、僕の言った通りでしょう。もう何回も何回も東北方面の新幹線も乗っていますんで、大体どの列車のどの辺が混んでいるとかそういうのはね、全て把握済みでございます。まあこの辺でいいか。3号車多分空いてると思います。乗りましょう。うわーかっけー。今日はもう丸一日移動ですよ。ちなみに山彦号はご覧の通りガラガラ、僕の周りには誰も乗っておりません。いいね優雅で。でこの山彦号には隣の隣の福島まで乗る予定です。これで6つ目の都道府県制覇になりますよね。で福島からどうするのかって話なんですけれども、またさっき田沢湖でやったのと同じように米沢をね、山形新幹線で往復するという苦行をさせられることになります。まあ、もちろんねホームにいる方っていうのはね、大抵まあ新幹線に1駅2駅ぐらい乗るだけだと思うんですけれども、僕はねそうはいきませんで、今日は計画通りに行くと多分東北地方のみならず関東地方、そして甲信越、それら全ての都道府県に行くことになっております。いやーすごい、首相同棲もびっくりですよね。さっきも言いましたけれども、今日の夜はね金沢にいるんですよ。朝函館だったのに、めちゃくちゃですよね。さあおそらくこの宮城県の滞在時間も30分ぐらいだったと思います。今日は平日キュンパスのおかげで、この辺りまではたくさん首都圏の鉄オタたちが流れ込んできておりますね。いやーにしてもいい天気だな、最高じゃないですか。最高の日本一周日和です。いや本当に僕ってね、毎度毎度言ってますけれど、太陽の神なんですよね。必ず僕の行った旅先っていうのは晴れになることになっております。信じられないほどの晴れ男だ。今日も昨日の時点では仙台は晴れ予報ではありませんでした。なので僕が来たからこのように晴れているのです。松岡修造と同じ力を持っているんですね。いや今日は蔵王山の眺めが素晴らしいですよ。いいね。なかなか多分雲がかかっていて見えないと思うんですけれども、いや最高ですよ本当に天気が良くてね。そしてこちらが白石蔵王駅です。ちゃんと白石蔵王が蔵王の最寄り駅なんだなということがよくわかる景色となっております。いやごっついいい景色ですね。山のところには雲がかかっているんですが、こちら太平洋側は青空でございます。ちゃんとあそこにあるね、何でしたっけ、日本の背骨でしたっけ、奥羽山脈が日本海からの季節風をブロックしてくれている様子がね、手に取るように分かります。いや車体の側面がこんな感じで美しいことこの上ないですよね。ということで、まあ、朝木古内を立ってからだいたい5時間半ぐらい経ちましたが、やっと午後になりました。6つ目の都道府県ですね、福島県に降り立ったところでございます。この駅では25分も乗り換えの時間があります。久しぶりにちょっとゆっくりできますね。田沢湖以来です。奥の方で翼との連結作業をやっているので、それをちょっと見学しに行こうかな。たくさん人が集まっていますよ。すごいね。まだ時間はあるので福島駅のコンコースに来たんですが、模型が置いてあります。そしてね見てください。うわー、なんと4両編成のサンライズエクスプレスです。これじゃあね毎日プレミアチケットですよ。毎日毎日ね一番列車みたいな従順調したいのかっていう、そういう話です。のびのび座席もついていないみたいです。きっとこの世界線のサンライズはね100万円とかそういうとんでもないべらぼうな金額を取られるんだと思いますよ。とても乗れたもんじゃないね。まだまだ暇なんで駅舎の外に出て自撮りをしようと思います。僕は陰キャだから昔自撮りっていう単語がすごい嫌いだったのにね、もういつしか一日に何回も何回も自撮りをするようになってしまいました。さてこいつで外に出ましょう。さて駅舎の外に出てきました。これが福島県の県庁所在地ってやつですか。一応福島県で一番人口が多いのはこの福島でもなく郡山でもなくいわきらしいですけれど、県内で3番目の都市なんですね。そこが県庁所在地というのは珍しいケースです。そういうわけで駅前の発展ぶりは本当にここ県庁所在地なのって感じです。まあ、県庁所在地は必ずしも人口が多い必要はないので別にいいんですけれど、いや残すところ東北地方もあと一つになりましたよね。早すぎる、さすが新幹線だ。そしてねちょっと危なっかしいんですけれど、あそこ多分雪解け水かなんかなのかな、滝行を強いられるんですよね。今から福島駅の改札内に入っていこうとすると、あそこがねちょっと見に行きますか。もうねどこもかしこもね水が滴り落ちてきていて、安全に入れるところなんか存在していないんですよ。見てください、パチャパチャチピチピチャパチャパ言ってるでしょ。ここどうやって通ったらいいんだ。もう濡れるのはね仕方ないことなのかもしれません。
駅前にね小さい手洗い場もあります。珍しいですね。子供用なのかな。子供用にしてもちょっと小さすぎるような気がしますけれども、それにしてもこの位置はないだろう。この位置はちょっとかわいそうですよね。なんかね、胃とか腸とかのなんか体液を外に出しているのかみたいな感じになっている。おっと、防犯カメラが設置されていたようです。ここでなんかね動画を撮っていた僕は後々不審者情報として登録されてしまうかもしれません。いやー残念だ。満足したので帰ります。言うてもね、次の翼号の出発まであと10分しかありません。10分もあるんですけれどもね。さあ今から1時間ほどかけまして山形県に行くためだけの旅行が始まります。こんなに虚しいことはありませんよ。さて翼号がやってきました。あの車両はね全車指定なんですけれども、僕は座席指定をしておりませんので、まあ、空いてる座席に座ることになります。駅ネットで見た感じ、そんなにね座席が満席っていう雰囲気ではなかったので、今回は座っていこうと思います。いやいいね。これで何列車目になるのかな。もう数も数えることがまともにできなくなってしまいました。日本一周の弊害ですね。ちなみに翼号は車体幅が狭いので、こうやってね人がねわーって下に落ちていかないようにステップが出てくるようになっております。よいしょ、結構しっかりしています。とりあえず出発までデッキにいることにします。いつお客さんがね座席にやってくるか分かりませんから、ちょっとそこ僕の席なんですけどっていうやり取りちょっとめんどくさいじゃないですか。なんで出発したらね空いてる座席に座ろうかなと思っております。またですね、もうちょっと言うこと聞いてくるよって感じなんですけれども、胃腸っていうのは正直です。お腹が空いてきました。米沢に行ったら何かさすがに食べましょうね。福島ってね、中心地のすぐお隣にあんな感じのテーブルマウンテンみたいなのがあるのがすごい独特ですよね。さて線路は高架から地上に移ってきまして、今から大宇本線ですね、在来線を走っていくところ、ここはミニ新幹線の区間ですね。線路が新幹線とは思えないくらいものすごいカーブをしておりまして、それからねとんでもない勾配を登っております。奥の方にすでにね福島市がね見下ろせるようになってきましたもんね。こっからねいよいよ山形新幹線峠越えですよ。今から日本一険しくもないですか、でも一応日本の背骨と言われている大宇山脈、それを越えて行きます。7つ目ですね、これで東北地方制覇です。7つ目の都道府県山形県に到着。やはり山を越えて日本海側に来るとこんな感じで天気は曇っていますね。全然さっきの仙台と全くもって様子が違うのが分かります。おにぎりは何がこれ梅なんですけど酒なんですか、はい、いやー腹ごしらえも済みましたんで、もう準備万端ですよ。あと8分後の翼号にてもうねすぐ山形県を離れることになります。何回同じセリフを言ったことでしょうか。もうこの県を離れることになります。あと多分40回ぐらい言うことになるので皆さんよろしくお願いいたします。でこれも毎度のことですが、乗り遅れたら10万円がパーになりますので早くホームに戻りましょう。にしても米沢駅の駅舎ってこんなにかっこよかったんですね。なんて言うんでしょうか、明治時代っぽいデザインですよね。こういうことらしいです。旧米沢駅舎からこんな感じだったんですね。じゃあ昔は本当に何ていうのかな、日本が西洋の真似をしていた明治時代っぽいデザインだったわけですか。さあやってきましたよ。もう何列車目かいよいよ分かりませんね。ずっと新幹線ばっかり続いていて申し訳ないんですけれども、この列車とあともう一つ新幹線に乗ったら今度は新幹線じゃない列車に乗る予定です。でこの列車には福島まで乗ります。でまあこの米沢から福島の間は空いている座席に座りたいので、最初に乗っても仕方ないですから、お客さんが全員乗り込んだところで僕は一番最後から乗ろうと思います。山形県も結構滞在時間長かったですよね。多分40分くらいはいたんじゃないでしょうか。さてでもそんな山形県ともおさらばです。またまた福島に戻ってきてしまったわけですけれど、盛岡と同じことをやっていますね。で翼号はここから全席指定になるので
僕は乗ることはできないんですけれども、でもね、こっち前につながっているやまびこ号には重積がございますんで、まだまだ乗ることはできるんですね。これでもって今度はね、いよいよ東京に向かっていきます。というわけで2回目の福島滞在時間は多分ね、十数秒もう1分にも満たないぐらいだったと思います。ということで山彦号に乗りまして、さっきも喋りましたけれど、この列車には終点の東京まで乗車する予定です。いよいよですね、いよいよ関東地方、東北地方はもう全部制覇しましたので、次は関東地方制覇の旅ということになります。今福島県を出発していったわけですけれど、次この列車が入るのは栃木県ですね。やはり想像通り山彦の方の重積はガラガラでございました。いやー、快適快適。これでね、この列車宇都宮に止まりますんで、その停車中に栃木県の地取りを済ませてしまおうと思います。8つ目の都道府県になりますかね。栃木県は宇都宮駅です。停車時間がね、1分にも満たなかったのでホームに降り立つことはできなかったんですけれども、今見せました通り自撮りはしましたのでね、これで訪問した証となります。いや、もうすっかり関東平野だし、さっきまでずっと雪国にいたのに、雪なんて1ミリもどこにも見当たりませんもんね。いや、いよいよ関東地方に来たなという感じ。関東がね、地味に一番難易度高いんじゃないかなと思っています。関東地方とそれから甲信越を今日制覇する予定なんですけれども、この中でね、地味にというか圧倒的に、都道府県の中で訪問する難易度が高いのが茨城県と山梨県なんですね。ですが茨城県の方はね、こちら今から皆さんにミラクルをお見せするんですけれども、実は東北新幹線って一瞬だけ茨城県を通る瞬間がありまして、その一瞬だけを狙って僕が地取りを狙うと、そうすることによって茨城県に、なんちゅうかわざわざ行くことなく訪問することができると、そういうわけです。その技を今から使いますので皆さんご覧ください。奥に筑波山が見えております。このでっかい山が、そうですね、もう茨城県はすぐそこなんですよ。ということで、今スマホで撮ってるんで見れないんですけれども、こまめに Google マップで現在位置を確認しながら、この列車の現在地があれですね、茨城県の古河市、それになった瞬間僕はこのデッキで持って自撮りを行いたいと思います。さあ今ね、大山駅を通過したところでしょう。もうすぐ茨城県の古河市に入ります。今回の旅で多分最も滞在時間が短くなる都道府県は茨城県だと思いますね。1分か、もしかしたら1分にも満たないかもしれません。信じられないね。景色に工場群が見えてきたら茨城県の古河市に入っているみたいです。さあそれはいつになったら見えてくるんでしょうか。もう間もなく見えてくるはずだと思いますよ。どれかな、あれですね、あの奥の方、これだ、これ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 、ほら工場がね、まとまってるところがあるじゃないですか。ここがね、茨城県の古河市であるみたいです。急いで自撮りをしないと。はい、というわけで無事に自撮りを終えました。多分ね、また30秒ぐらいで茨城県終わると思います。こんなに早いことありますか。ちょっとせこいだろうって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、最初のルール説明で、今回の日本一周47都道府県制覇の基準は、もうとにかく地面に列車というか、乗り物が足をついていて、かつそこで景色を映しながら自撮りをしていれば訪問済みということになりますので、はい、これで OK です。茨城県、さようなら。でもう一つ関東甲信越で訪問の難しい都道府県があるんですけれども、それはさっきもお話ししました山梨県です。山梨ってマジでうざいんですよね。でどうするかってね、いろいろ考えたんですけれど、結局中央線に乗って、大月とかそのあたりでトンボ帰りしてくるというのが一番早いみたいなので、この列車が東京に着いたら僕はここからですね、中央線の特急に乗りまして、まっすぐ山梨県に向かい、そしてトンボ帰りしてまた東京に戻ってこようと思います。大宮ですね、埼玉県。いや、ここまで来ると帰ってきたなって感じがするんですけれど、丸一日移動し続けていてね、自分が今埼玉県にいるのかっていう実感が全くないですね。なんかあっという間に関東まで戻ってきてしまいました。すごいね。ちゃんと数えたんですけれど、埼玉県で10軒目になるみたいですね。10か、なかなか頑張ったんじゃないですか。ちょっとね、珍しい列車がいる。ちょっと見えるかな。見てください、埼玉県なのにね、特急踊り子がいます。こいつどこに行くんでしょうね。
やっと10件目ですか、多分始まってから9時間ぐらい経ったと思うんですけれど、依然として1時間に1件というペースで続いております。ってことあと37個残ってるのか、気が遠くなる数字だな。やばいやばいやばい、実感が湧かなさすぎる。東京駅に着きました。11個目ですね、東京都に上陸でございます。昨日東京を離れてきたばっかりなのに、なんだか不思議ですね、日本一周の途中で東京に立ち寄るっていうのは。さっきまで雪国にいたのにね、不思議ですね。いやあそこに京浜東北線が走ってますよ、僕のよく知っている東京です。東京駅では結構時間がありまして、30分ぐらいあります。30分後にあの東京駅の中央線のホームから出発する特急に乗っていくわけですけれど、開示号ですね、まあ、ちょっと30分暇なんで、まあ、地元の空気を吸ってちょっと元気を回復させていきたいと思います。なおこの旅行は本当に頭がおかしいので、今の時刻は多分、4時前ぐらいですかね、4時間後、午後8時になったらまたこのホームにやってきます。いやとんでもないね。今日はですね、最後北陸新幹線の白鷹の最終列車に乗る予定なので、いやまあとりあえずその4時間の間で関東地方の県を全て制覇してこなければいけません。プラス山梨県ですね。せっかく東京に来たのに家に帰らないで、どっかにまた飛んで行ってしまうというのは僕にとっては初めての経験なんで、ものすごい不思議な感覚なんですけれども、時間があったので来てみました。丸の内駅舎ですね。ここで東京の分の自撮りをしましょうか。東京最高ということで、ここからは関東地方制覇の旅になるわけですけれど、行かなければいけないのは神奈川県とそれから千葉県と山梨県、この3つですね。埼玉はもう行ってきましたから、で群馬とかそっちの方は夜に行く予定なので、とりあえずこの夕方のうちにはこの3つの都道府県を制覇しなければいけません。いやー、まあ、いつも言ってるようなこの3つの県に行くのは正直めんどくさいですけれど、まあ言うてもね、東京に隣接していて割と距離も近いので、この東京駅を起点に、まあ、折り返しを3回繰り返して3つ制覇したいなと思っていますと思っていたんですけれど、神奈川県ね、ちょっと行くのめんどくさいなと思ってしまって、実はね、中央線っていうのは一瞬神奈川県を通るんですよ。相模湖駅っていう歴史とした神奈川県相模原市緑区に位置している駅なんですが、そこでね、まあ、特急の車内からまた自撮りをすればいいかなと思っております。なので、まあ、山梨県とそれから千葉県、この2つをとんぼ返りしてくればいいわけですね。というわけで中央線の特急開示に乗って山梨県と神奈川県を一気に乱獲していきたいと思います。出発まであと15分あるんですね。結構時間に余裕があるんですけれど、まあ、乗り遅れたら終わりと毎度言ってることなんでございますから、ホームに向かっておきましょう。というわけで列車が入ってきました。まだね、折り返しの準備中でドアは開いていないんですけれど、いやちょうどいい時間ですよね。新幹線の乗り継ぎも抜群で、特急のあずさ号だと甲府まで一気に行っちゃうんですよ。甲府まで行くとちょっと時間がかかりすぎるじゃないですか。でもこの開示号は大月で止まってくれます。大月で止まってくれたらね、大月で食って折り返してまた東京にすぐ戻ってくることができると、時間も短縮になりますし、山梨県ももちろん獲得できると、すごいお得な特急なんですよね。というわけで今からやるのは本当にただただ山梨県と神奈川県に行って帰ってくる、ただそれだけの旅行になります。なんとも虚しい、もうなんちゅうの工程というのがね、この旅行では続きますけれども仕方がありませんね。この東京駅から大月までは1時間15分です。意外と時間がかかりますよね。もう新幹線ではないので、ちょっとここはね、まあ、時間を食うことを覚悟していかなければいけません。それだけ山梨県の訪問難易度は難しいということです。ご乗車ありがとうございます。本日も JR 東日本をご利用ください。山梨市伊沢温泉に停止、黄色のランプが点灯すると間もなく はい、ということで神奈川県ですね、相模湖駅を通過中です。昔動画で来たことがありますね。いや神奈川県ちょっとこんなしょぼい訪問になってしまって申し訳ないですけれど、まあ、茨城県と同じですよね。滞在時間はこちらも多分3分ぐらいだと思います。いやいいね。
あんまり景色のいい区間が神奈川県内にはありませんでしたので、さっきの写真にお許しください。もうすぐ山梨県に突入しますね。これで一気に12個目と13個目を獲得したことになりますか。いや、なかなか先が見えないですね。まだ30個残ってるって考えるととんでもないですけれど、ちょっと座席で休みたいと思います。またね。さて、大月です。山梨県ですね。いや、このためだけに特急に乗って往復しなければいけないわけですから、本当に邪魔なところにある都道府県ですよね。いや、すげえわ日本の公共交通機関は。朝函館にいたのに今日ね、秋田とか山形も行って、今大月ですからね。それでいてまだ空は明るいです。今の時間は5時半。もうすぐ開始から11時間が経とうというところでございます。いや、11時間で、12個の都道府県に行けてるわけですから、ちょうどねいい感じのペースを維持できてるじゃないですか。というわけで、まあ、こんなね山梨県に今回は用事はございませんので、さっさとね東京にとんぼ返りですよ。今度は千葉県にも行かなきゃいけないわけですから大変だ。ちょうど特急が入ってきました。こいつは富士海遊というやつで、多分ね山ほど外国人を見てください。本当に日本の特急かという感じです。ほとんどのお客さんが外国人なのではないでしょうか。ですがこの列車には僕は乗りません。この後ろにくっつくあずさ号に乗って東京にとんぼ返りをする予定です。いやー、これ見ると押したくなっちゃいますね。鉄道オタクだったらね、誰しも一度考えると思いますし、こんな簡単に押せるスイッチなのに押した瞬間犯罪で人生がね一変してしまいます。恐ろしいスイッチですよ。ドラえもんの独裁スイッチぐらい恐ろしいね。さあ、随分と長いこと、おーおー、すごい連結の後に列車が揺れておりますけれども、面白いな、こんなことになるんだ。かなり時間がかかっています。笑っちゃうぐらい電車がゆらゆらしてましたけれども、連結はうまくいったのかな。僕は8号車です。移動してるだけでも疲れるものは疲れますよね。さあ、新宿駅なんですけれど、中央線のこの旅行では初めてでしょうかね、普通の在来線の列車に乗って東京駅に向かっていきます。いや、もう腹が減ってしょうがない。今日の夜はねもう豪華な駅弁にしましょう。そうするしか他に手が合いません。ですがまだしばらくご飯は食べれそうにいないですね。いやー、バチコリ帰宅ラッシュの東京はちょっとね移動で疲れた体には応えますね。過酷な旅です。さあね、今ね私はどこにいるのかというと、総武線の東京駅のホームでございまして、うわすごい満員だ。これはきつい。これに乗ってね千葉県まで行かなくてはいけません。この列車の千葉県内最初の停車駅は市川です。ここから20分ぐらいこの満員電車に塗られることになるというわけですか。ここは鉄オタの勘を使います。あの満員電車はさすがにきつい。いや、よかった、電車に詳しくてね。反対側のホームに始発の列車が止まっているのが見えたんで、その列車何分発だと調べたら5分後だったんですよ。これだったらね全く同じ乗り継ぎで東京駅に帰ってこれます。我ながらナイス判断だ。いや、こっちはまだまだ空いている。ワンチャン座れるかもしれないですよ。いや、疲れたな。はい、というわけで総武線でねまた千葉県をとんぼ返りすることになるんですけれども、千葉県市川市の市川駅にやってきました。いやー、移動しかしてないのにめちゃくちゃ疲れますね。さっき新宿かなんかでも同じようなことを言った気がしますが、いやー、もう東京にいるんでね、せっかく東京にいるんで早く家に帰りたいんですけれど、そんなことはできませんよ君。そんな甘えたことを抜かすんじゃありません。今回はね過酷を極めた旅行でございますんで、はい、今から次やってきます総武線の快速に乗って東京駅にとんぼ返りして、東京駅からまた新幹線の旅が始まります。わー、気が狂う。そんな気が狂いそうな小牧田くんに秘宝なんですけれども、都道府県あと33個残っております。いやー、本当に終わるのかこれ。まあ明後日には終わってるんですけどね。腹減った。そしてなんかね時間を読み誤ってしまって、東京駅で新幹線に乗り継ぐための時間が10分しかないそうです。お弁当を買うのと移動を考えると10分ってだいぶギリギリですよね。厳しい。それにしても、すごいなんか車内ガラガラですね。
こんな時に限って電車が3分も遅れてやがる。いやー、東京駅での乗り換え時間は多分8分か7分でしょうか。総武線とね、新幹線ってだいぶ離れているので、かなり時間はカツカツだ。今日だけで14都道府県も行ったんですね。これだけでも結構な記録になりそうですけれども、今日はこの後は、あと4つ都道府県に行くことになるんですか。なんで1日で何個だ、もう頭が働いていないんですけれど、18個でしょうか、数え間違えてました。現時点で14都道府県で、ここからあと5つも行くんですね。今だって夜のもうすぐ8時になるとこですよ。きつすぎるな。東京隣1番線2番線方面の乗り換えとなります。なお全車の禁煙です。さあ、やっぱさすがに混んでるな。とりあえずね、飯の確保には成功しました。いやー、これすごい。10席が世紀末みたいな人多さなんですけれど、まあ、僕の予想では半分ぐらい高崎で降りるはずなので問題はありません。高崎まではもう通路側で行きましょう。とにかく間に合ってよかったです。出発まであと2分、結構ギリギリでしたね。これ乗り遅れたら僕の10万円がチャラなんで。いやー、危ない危ない。あー、よかった。新幹線って本当に早いですね。これね、何個目でしたっけ。毎度毎度ね、数を忘れてしまうんですけれど、多分15個目ですよね。15個目の都道府県、群馬県でございます。ちょうど今自撮りもしたところですね。ちゃんとスクリーンショットじゃなくて自撮りってちゃんと言えた。でね、まあ群馬県の自撮りも終えましたので、次は長野県ですね。このまま北陸新幹線、この白鷹号金沢行き終点まで乗車する予定です。おー、すごい、長野県ですね。これで16都道府県目ということになります。かなり進んできたじゃないですか。残りは新潟、それから富山、石川と北陸3県でございます。もう今日移動を開始し始めてから何時間経ちました。多分16、17時間ぐらい経ったと思うんですけれど、あー、疲れた。でもこういうきっつい旅行っていうのは若い時にしか多分できないと思うので、まあ今僕まだ20歳で随分な若造なわけですけれど、ここでガンガンね、まあなんちゅうのかな、過酷苦しい旅行をどんどんしていって、一生の思い出にしていければなと思っているところです。というわけで皆さんにもお見せしましたが、長野県での自撮りも済みまして、まあ16回目の自撮りなわけですよね。次は新潟県、2回目の発狂タイムです。あー、疲れた。もう頭がおかしくなりそうな旅行してきて、うわー、もうほとんど今寝てる状態で喋ってるんですけれど、目も開いてないでしょう。眠くてしょうがないんですよ。今は新潟県の上越妙高駅でございます。ついに日本海側まで来てしまいましたね。何個目だ、17都道府県目かな。意外と数は数えられるものですね。でもね、もっとそれにしてもこの辺の駅に行く列車の中ではね、東京から行くものの中で終電になるわけですけれど、かなりねお客さんが乗ってましたね。そして雪だ。うわー、また雪国戻ってきてしまったのか。うわー、寒そうだな。もう新潟県は終わったということで自撮りもしましたのでね、糸魚川では多分動画を撮りませんので、次のシーンは富山駅になると思います。ちょっと寝ちゃおうかな。よろしくお願いします。ちなみに列車はだいぶ空いてますね。はい、ちょうどね
いい位置に駅名表が止まってくれましたけれど、富山です。いやー、もう眠いを超越した状態にありますけれど、今多分時間はね10時40分とかそんぐらいかな。ということで、17都道府県目ですね、富山駅を出発しました。22時40分頃でございます。開始してから16時間ですか。今日の工程で残すところは最後石川県ですね、18都道府県になるでしょうか。それをねやったらもう今日の工程は全て終わりでございます。明日はね5時15分かなんかの始発の特急列車で朝が始まるんですけれど、今日に比べると明日はかなり新幹線の量が減りますので、その分ねちょっと知恵も使っている感が出てきて面白くなると思います。なのでぜひ皆さん2日目の動画もご視聴よろしくお願いします。まあここまで見てくださっている方の多くは見てくださると思いますけどね。よっしゃ、最後の睡眠タワー金沢までの30分ぐらいでしょうか。もう一度ここで寝て体力温存しましょうね。謎にこの新高岡駅でほとんどのお客さんが降りていきました。こんなことってあるんですね。皆さん金沢まで乗るもんだと思ってた。いやー、ついに次が終点の金沢、やっと今日の行程が終わるよ。今日朝函館にいたのにね、ものすごい移動距離でした。今日だけで地球を一周した気分です。やばいですよ、もうすぐ金沢に着くんですけれど、もう快活のね残りがあと1部屋しか残っていないみたいで、いやー、これは完全に満席になってしまう可能性があるな。そしたら僕はある程度高いお金を払って5000円分ぐらいね余計に払って東横インとかに今から泊まらなければいけません。もうここまで来るとほとんど人乗ってないですよね。さあ、18都道府県目今日最後の石川県に到着です。いやー、着きましたね。外はねすごい寒いです。雪が降ってるらしいんですよ。しかも大雪警報かなんかが出てるのかな。まあ野宿はありえないですよね。こんな頭が閉じ狂ったかのような工程がですね、ここからあと2日間は続くわけです。いやー、若いうちにしかできない旅行ってまさにこのことですよね。金沢は、3ヶ月ぶりぐらいですかね。多分ね東京の池袋とかそういうところよりもこっちの方が頻繁に来ていますよ。さすがに東京と同じ格好だと寒すぎるな。雪が降ってるような気温ですからね。また函館に逆戻りですよ。いや、死ぬ死ぬ、とんでもない雪が降ってるんですけれど、あそこか快活は。ちょっとあそこまでダッシュだ。くそ、2人分の料金です。完全に損をしています。ただでさえ金を使っている旅行なのに快活に4000か。まあでも今この金沢で取れる寝床の中で一番安いところがここだったんで仕方ないですよね。さあ、というわけで、18都道府県目石川県を制覇したということで、残りは29都道府県ですか。こんなに残ってるのか。くそー。今回、1日目の動画はここで終わりにしたいと思います。間に合った。最速日本一周2日目が始まりました。もう上りも下りも貨物列車に占領されていますけれど、くそー、間に合わなかった。やべえ、乗り換えがギリギリなんですよ。はい、ここからは近鉄特急です。急いでる時に到底乗るような列車じゃないじゃないですか。さあ、姫路城チャレンジです。まああいつらはね駆逐されてしまうと。おお、すごい、同時に発車だ。今度は香川県高松に向かいます。もう借りてる間はねすっかり自分の車ですよ。さあ、高速道路ね旅の始まりです。いや、それにしても貸し切りってすごいな。